はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴くださいましてありがとうございます。今私は地中海沿いの町ラスペッツィアの方に来ておりますけれども、実は今回ですね、フェイス財団、本田強ねフェイスの方なんですけれども、そちらからですね、特別に許可をもらいまして、このラスペッツィアにある本田強ね FS、 こちらのですね、工場を見学させてもらえるということになりました。もともとはね、雑誌の取材で来ておりますので、その詳しい内容については、雑誌の方をね、買っていただいてご覧いただければなというふうに思ってるんですけど、とりあえずですね、動画の方もね撮影させてもらえるということなので、そちらの方をね、ご紹介していこうかなというふうに思います。
はい、ということでね、あっという間の、まあ、車庫工場見学でしたけれども、いかがだったでしょうか、ね、ちょっとね、私もね、まあ、ご存知の通りですけども、私イタリアのね鉄道がもうすごい好きなのでね、まあ、本当はね、まあ、取材ということでね、あんまりプライベート市場をね挟むことなく、まあ、粛々とね取材をしたいなというふうに思ってたんですけれども、まあ、無理でしたね。やっぱり、ね、もうあれだけね手厚くね、もう次が次へといろんなね機関車を出していただいたり、しかもそれをね全部動かしていただいたりとかっていうことまで協力していただいてね、さすがの私もちょっと、まあ、興奮を隠しきれないなという感じでした。なんでね、ちょっとまた本田強ねフェイスの方にはね、これからまた今後もね他の車両なんかでね、また撮影させてもらえればなというふうに思ってますので、まあ、それはまたね、まあ、そういう機会があったらご紹介していこうかなというふうに思っております。